いや私本当にこの頃中二病だったの、最悪。あの私以外みんな宇宙人だと思ってて、で私が唯一の人類の生き残りだと思ってたの。浮いてたんだよね。うん、浮いてたんです本当に。あまりにも話が噛み合わないのね。で言っちゃ悪いけど、私は結構勉強ができるタイプだったの。でもみんな勉強が全くできない、なんなら会話もできない、ちょっとこいつは会話できないよみたいな、マジでそういうレベルのど田舎のところ。逆に奴らの身体能力はクソ高いの、私が低すぎるんだけど、あの本当にすごい失礼だけど違う生き物だと思ってたのね、本当にこの頃の私は。うん、で、あーその時に気づいて、こいつら宇宙人なんだって。人の皮はかぶってるけどこいつら宇宙人なんだ。で私は人類というのがどういう生物なのか研究されてるんだって本当に思ってて、当時あの目が笑ってなかった、みんな敵だから。そうよくわかんない、そういう考えもあってちょっとぐちゃぐちゃだったね本当にね。今も鬱だけどこの子多分もっと鬱だった。人に会うたびに睨んでた、まるで人を知らないライオンのような目でみんなこうやって野生のライオンのような目で睨みつけていたですね。懐かしいね。うん、でもちょっとね、いやそうなんだよ、偏差値違うと話が合わない。自慢じゃないんですけど、私この学校ですね、静岡県学力調査テストっていうのが一斉に行われて、私の学校ワースト2位でした当時。すごくない？ワースト2位、そういう学校なの。本当に田舎で、本当に。でも運動はなんかみんなやっぱ全国大会とか行ってるような子が多くて、本当に勉強をしない文化に生まれた。本当にワースト2位だった。うん、どうも話、ま、なんか噛み合わんなみたいなことがあったり、身体能力違いすぎるなってことあったけど、学力調査テストでワースト2位って数字で出されて、あーってなんか思ったこともあった。そういう私は環境に生まれました。マジでバイクに乗った集団がちょっと廊下を通るみたいなことがあったりなかったりするような中学が近くにあったり、なんだろうな、急にこういう人たちが入ってくるみたいな、そういう文化に私はいた。でも異端だったんだな、だから勉強頑張ろうって子はマジでいなかった。そういう環境にいたからやっぱみんな宇宙人だったんだよな。宇宙人でしたね。だって先生なんて遠い目をしてさ、いやーここの窓ガラスな、なんかテープ止められてるだろうって、いやさこれさ数年前に割られたんだよなバットで言ってるような中学だった。うん、中学もまたひどかったね。まあそういう環境に私はいまして、友達もいませんでしたね。怖すぎやん。でまあ小中がそういう文化で、まあなんだろうな、とにかくね、音楽やってるってことに関しても何それフルート美味しいのみたいな子ばっかで、どっちかっていうと運動が好きでちょっとヤンキーかぶれの人がちょっと多くて、ケビ死んじまうと思って受験を始めて、中学の時にして、でまあそれで静岡高校って場所に行ったと。静岡高校ね、すごい救われたものたくさんありましたね。そんな、だから、廃れた小中時代。環境がちょっと合わなかったんだよね。で、高校行って、やっと、勉強頑張ろうっていう子が多い学校に、やっと行けて、まあ、そんな感じだったんだよ。母、未だに言うもん。いや、夏樹はね、小学校もひどかったけど、中学もっとひどかったからね、って。あれようが。だんだん笑顔を失っていったから、うん、夏樹はもう あの学校に行くべきじゃなかったんだっつって。まあでも
しょうがない。まあでもそんなこんなあって多分私ね、言うて小中で反骨精神が鍛えられた気がしますね。なんだかんだ確か理解者もいなかったし、ナイアフルートそんな一生懸命やってバカみたい。え、勉強え、そんなことより前運動やろみたいなとかね。でなんだかんだこう突っかかられてね、ヤンキーみたいなやつらにいやな、小中学生生活やったけど、それで今の私があると思うとね、こっからどんどん育ってって今の私があると思うと、まあ良かったんじゃない。